高崎健太郎は熊本県上増汽軍高佐町出身の元プロ野球選手。現役時代は横浜で10年間プレーし、DNA が親会社になった横浜 DNA ベイスターズでは DNA 球団初の開幕投手も務めた。熊本県上増汽軍高佐町出身。小学3年で野球を始め、鎮西校では九州のドクター K と呼ばれる。 三年夏の熊本大会ではベスト4まで勝ち進む。2004年日産自動車に入社。2005年はアジア選手権9月の W 杯で日本代表に選出。W 杯では5試合で14回に3を投げ防御率0.61を記録した。2006年の都市対抗野球大会では日産の2年連続の準優勝に貢献。同年横浜ベスターズに 大学生、社会人ドラフト希望枠で指名を受け、入団。佐々木和弘の背番号22を引き継ぐ。高崎の投球フォーム2007年、2軍で10勝5敗、防御率2.246で、イースタンリーグ最多勝ち。シーズン終盤に1軍昇格し、先発で2勝。2008年、2軍で16試合に登板し、防御率2.08だったが、1軍では11試合登板で、 防御率七点九四。二千九年、リリーフに転向し五十六試合に登板。二千十年、先発に試合を含む七試合に登板。防御率は七点八零。二千十年度シーズン終了後、結婚。二千十一年、開幕カード三戦目の中日ドラゴンズ戦に先発し、七回一失点に抑え、シーズン初勝利、球団で唯一規定投球回を。 クリアして5勝で、三浦大介と並んで、チーム最多勝利、リーグワーストの15敗。防御率は3 4 5を記録し、1年間ローテーションを守ったものの援護率は、リーグワーストの2.20と、投げ高打点の影響をもあり無援護に苦しみ勝ち星を伸ばすことができなかった。2012年、初の開幕投手を務め7勝10敗。 防御率3.20と自身最高の防御率を記録したが、昨年と同じように無援護に苦しみ、自責点0ながら勝ち星がつかない試合が6試合あった。2013年2年連続の開幕投手に指名されたが、オープン戦で西岡剛の放った打球を足に受け、開幕投手の座を藤井修吾に譲った。4月5日に神宮球場で7回1失点に抑え、 シーズン初勝利。セーパ交流戦中は中継ぎとなり、7月27日の阪神タイガース戦を最後に1軍での登板はなく、2勝5敗。2014年、開幕は2軍で迎えたが、4月4日に1軍、登録され、リリーフとして起用された。7試合に登板し、防御率5.14の成績で、同月21日に2軍降格となる。 7月23日に先発として1軍に復帰し、復帰戦で6回被安打8、1死球、自責2で、勝敗はつかなかった。翌日登録抹消されるも、8月に、再び復帰、10試合連続2桁安打を放っている東京ヤクルトスワローズ打線を相手に6回を投げ、自責点2と高騰。ヤクルトの連続2桁安打を止め、シーズン初勝利を手にした。 最終的に先発では7試合に登板し、2勝3敗、防御率4.01。2015年、開幕ローテーション入りを果たし、2試合目までは防御率0点台と安定していたが、それ以降は炎上を繰り返し二軍落ち。8月の復帰戦では、勝利投手になるなど高騰をしたが、次の試合では炎上。2016年、キャンプ中に起こした痛風による、 左足人差し指付け根の炎症に苦しみ、プロイリアと初の一軍当板なしに終わった。2017年、リリーフに転校し、オープン戦で7試合に当板し、防御率0.00で2年ぶりに開幕1、軍入りしたが、開幕戦で1回3失点と炎上し、二軍降格。その後は二軍でも、制裁を書き、同年9月26日に、戦力外であることが報じられ、 10月1日に引退発表した。12月2日付で自由契約選手として公示された。現役引退後は同球団で球団職員を務める。平均球速約時速 143km、最速時速 152km のストレートとスライダー、カーブ、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。